はい、それでは1月21日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。何回間違えても突き進もう。勉強したけどいい点数が取れませんでした。自信もなくなり勉強のやる気もなくなりました。こんなメールをよくいただきます。実際合格していく人たちは勉強していていい点数が取れなかったとしてもそれほど落ち込みません。逆にこのままではダメだ、もっとやらなきゃという具合にあまり気にせずにどんどん前に進んでいく傾向があります。点数が悪くて落ち込んで立ち止まると合格からどんどん遠のいてしまいます。落ち込むのはほどほどにして本当に合格したいのであれば気持ちを切り替えて次に進んでいくようにしましょう。それでは問題に入ります。留置権は登記をしなくても留置することで第三者に対抗することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。留置するっていうのは、物を返さずに手元に置いておくというイメージです。留置権については、登記っていうものが認められていないんですね。留置することによって、第三者に対抗することができます。なので、登記は不要だということです。これ、具体例考えるとすごくわかりやすいんですけども、時計を修理に出したけれども、代金を支払わなかった、修理代金を払わなかった場合、時計屋さんっていうのは、その時計というものを留置することができるんですね。つまり、時計屋さんっていうのは、修理してくださいって頼まれますよね。頼まれて時計を受け取ります。で、受け取って代金払わないのであれば、返しませんっていうふうに、時計を返さないで、時計屋が手元に置いておく。これができるんですね。まあ、ここにも書いてある通り、時計屋はお金払わないなら時計返さないよっていうふうに主張できるって話です。で、そしてその時計を譲り受けた第三者、つまり、時計を修理に出した人が第三者に売っちゃったよと。で、その第三者が時計屋さんに、私買い取ったんで、その時計、引き渡してくださいって言ったとしても、時計屋さんは代金支払ってもらってないから、代金債権に基づいて、留置権を行使することができる。つまり留置権を持って対抗することができるっていうことなんですね。よって第三者が現れたとしても時計屋さんは第三者に対してお金払ってもらえないから、あなたってこれ第三者のことですね、第三者にも時計は渡さないよというふうに第三者に主張できるわけです。まあ、このように具体例を使ってイメージできれば、まあ、当然ですよね。このようにイメージしながら学習するっていうのが個別指導なんですよ。で、個別指導の受講者さんについては留置権に関するポイントの動画別途お伝えいたしますので、そちら受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。よく無料のメルマガでもお伝えしますが、無料のメルマガっていうのは量が少ないんですね。まあ、1日3問ぐらいしかないわけですし、その中で全てイメージしながら学習する問題かっていうのはそうではないわけです。たまにしかやっぱないんですよね。で、そうなってくるともう問題量が全然少ないので、自分自身で過去問を解きながらイメージするっていうことをやっていかないといけないので、自分自身でいろんなところを調べないといけないんですね。なんですごく時間かかります。もし1日1時間半とか2時間ぐらいしか勉強できないってなってくると、調べながらやっていてはおそらく今年の試験間に合いませんので、もし1時間半2時間ぐらいしか勉強できないっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導であればそのぐらいの勉強時間であったとしても今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問2ですね。クーリングオフに関する問題です。で、クーリングオフ入る前になんですけども、まだ、この動画のチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンですね。そちらを押していただいて、チャンネル登録していただければと思います。では、問題に入ります。宅建業者でない買い主から、クーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ売り主 A が手付金を受領しているとき、 A は手付金から違約金を控除して返還することができる、丸か×かという問題です。今回売り主 A は宅建業者とは書いてないんですけども、宅建業者 A と考えていただければと思います。で、答えは×です。クーリングオフによる契約解除では違約金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね。つまり売り主 A っていうのは宅建業者でない買い主に対して違約金を請求したりとか損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。
手付金をそのまま全部返さないといけないということです。で、今回問題文は手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているので、この部分が誤りだということですね。で、控除して、これの意味なんですけども、この意味、わかりますでしょうか。控除してっていうのは差し引いてっていう意味なんですね。つまり、手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります。例えば、手付金100万円預かって、違約金が30万円だったと仮定したら、問題文の内容だと、A は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていうふうになるんですね。でも、これは間違いで、違約金、これ控除することできません。違約金請求できませんので、手付金100万円をそのまま買い主に対して返してくださいねと、返せないといけませんよっていう内容です。で、問い3ですね。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる、丸か×かという問題です。答えは、誤りですね。用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。ここが誤りです。用途地域が定められていない区域についても地区計画を定めることができるからです。で、ポイントは地区計画を定めることができるのはどこかっていう部分なんですね。で、地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域です。1つ目が用途地域内。もう1つが用途地域外でも一定の要件を満たす区域。この2つなんですね。したがって、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められるっていう部分が誤りだということです。用途地域が定められていない土地の区域であったとしても、地区計画を定めることができる場合もあります。そして、用途地域外でも一定要件を満たす区域のこの一定要件、これについては考える必要はありませんので、用途地域外でも定めることができる区域があるんだということを頭に入れておけば大丈夫です。無駄な勉強をせずに必要な部分だけ頭に入れていきましょう。で、問1でもお伝えした通り、毎日の勉強が2時間ぐらいしか勉強できないっていうのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。調べるってなってくると、おそらく毎日4時間、5時間ぐらい勉強しないと間に合わないと思います。合格するための理解学習ってなってくると、やはり独学だったらそれぐらいかかってきます。予備校に通っていても予備校では教えてくれないから自分自身で調べないといけない。結果的にやっぱり 4,5 時間っていうのは、毎日かかってきますので、もしそんなに時間取れないっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導であれば、そういった部分についてはもう解説の中に入れてありますので、毎日1時間半から2時間ぐらいの勉強で間に合いますので、あまり勉強時間作れないっていう方は、ぜひ個別指導で一緒に勉強できたら嬉しいです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオモでした。